猫背になるメカニズム、腕を見てほしいんです。使い方なんですね。重症専門整体 TV の三田翔平です。今日も動画をご覧になっていただきありがとうございます。はい、今回なんですけども、今回は猫背の直し方について紹介していきます。はい、で猫背になる、まず猫背メカニズムなんですけども、なぜなるのか、これ一つね大きなポイントがあって、腕を見てほしいんですけども、腕、普段猫背になっている方っていうのは手が、腕が内にこうやって巻いてます。こういう姿勢です。でこういう姿勢になると肩甲骨がぐっとこう内巻き、前に巻いてしまいます。でこのこうするだけで実は猫背っていうものが出来上がってしまう。じゃあどうしていくのが正しい姿勢なのかって言ったら、簡単なんですよ。この腕を外に向けるだけです。一度やってみてください。腕を外に向けてみて、パッと鏡でもいいので見てもらうと、まっすぐね肩甲骨が上がってくるようになるんです。内に入れます。こんな感じです。で、外に向けます。これだけで猫背っていうのは、正しくなっていってくれるんです。だから実はここからこうした状態で、横に肩つけて、これでまっすぐなれてる方っていうのは実はそれでいいんですよ。それでいいんですよ、何もしなくていい、この状態を意識しておけばいいんですけども、なかなか、そうは言っても簡単に治らないっていうのが、まあ一つミソなんですね。でこれなんでミソかって言ったら、日常生活ちょっと振り返ってみてもらいたいんですけど、こういう風に手を出して何か物をこう持つとか引っ張るとかっていう動作ってほぼないんですよね。どっちかって言ったらこういう姿勢でパソコン、スマホ、何か物を持つ、家事とかでもこういうようなことをする、全部この向きなんですね。こうやって洗濯物ってやらないですよね。こうやってやりますよね。全てこれ猫背になってしまう使い方なんですね。こうなってしまうこと、一つ悪いポイントだということを認識してもらいたいんですよ。で正しいのはこっちだと。でこれをイメージしてもらって、こうなっていってるものをこうしていくストレッチを紹介していきますね。ちょっと場所を移動します。はい、ではストレッチをね、早速やっていこうと思います。まずこういう壁ですね。こういう何でもいいので、こういう少し、ね、段差のある壁を利用してもらって、まず手をしっかりそこの壁に当てます。で自分自身はちょっと前に出て、ぐーっとひねるような感じ、ひねっていってあげるとしっかりここが伸びていってくれます。ポイントはガッといかないです。しっかり前に出て、別に今肘曲がってていいので、まっすぐいって、このままぐーっと離れていくと勝手に伸びていくので、これを利用してやってあげてください。必ず力抜きながらゆっくり息を吐いて10秒間いきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これ1セットですね。でもう一つ、壁にここの腕をグッと当ててみてください。当てて自分は前に行きます。ギューッと行きますね。息を吐きながらギューッと、この手はこのままです。はい、10秒間1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これだけです。この2つを最低3セットやってみてください。30秒ですね。10秒×3、30秒、1つずつ30秒3秒で1分、たった1分、これを1日1セット、朝昼晩3回やるだけでも3分間、クッキングと一緒ですよ。料理、カップラーメンと一緒です。その3分間をまず1ヶ月続けてみてください。1ヶ月、本当にね変わると思います。はい、で必ず手の向き、最初見たみたいにこっちじゃなくてこっち、これを心がけてみてください。それだけでも普段の何か、過ごし方変わってくると思うので、ぜひ、この動画を擦り切れるぐらいまでね、覚えれるまでしっかり、実践してもらって、はい、
で、またね、分からないこととか気になることとかあればコメント欄、質問あればどんどん送ってください。はい、では今日はこれで終わっておきます。参考になったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回をお楽しみに。